こんにちは、ダイスです。今回はスーパーマリオブラザーズワンダー続きからやっていきましょう。ワイルドディモックモック鉱山の、まだ終わっていないアイテム入手をやっていこうと思います。まず一番最初のコースから見ると、真ん中のワンダーシードがないってことは通常ゴールできてないんだと思います。ここから進めていきます。で、次のコースは一番上のゴールで、その次のコースは10フラワーコインみたいな感じで終わっていないところがあるので、とりあえず一番最初のここ、難しさ星3のコールツルツルズンドコの谷行ってみましょう。セレクトしているバッジはダウジングで、ワンダーフラワーや10フラワーコイン、大事なものがあると反応してくれるものです。それでは進めていきたいと思います。こう滑るとこなんですよね。敵を倒すっていうのは特にしなくても良さそうですけど、必要な感じであればなんかいろいろねやっていった方がいいと思うので、していきましょう。あ、やっちゃったー。多分あった方が良かったんだけど、しょうがないですね。よし、壊すだけ壊します。ここなんだっけ、多分10フラワーコインだったと思うんだけどな。はい、当たり。10フラワーコイン1枚目。フラワーコインに関しては今回全部取ってるのでいらないような気がするんですけど、ああ、やるだけね。危ない危ない。やっていこうと思います。で、ワンダーシードの真ん中は多分通常ボールなはずなのですが、ちょっと覚えてないのでね、分かるところを進めながらねやっていこうと思います。でもこのままにしておこうかな。はい、危ない。上の段に乗った方が良かった気がするので乗りましょう。あー、コインが、各コインですね。これ消えちゃうんだね、コインって。で、ここも入れたはず、確か。危ない。よし、入れました。待って、ここにいるといいことあった気がするんですけど、違ったかな。はい、で、開けといて、よし、上の段とかはね特に取らなくてもいけたはずなので、これで良いと思います。で、確かね、ここ降りれるようになってるんですよね。で、ここ降りていくと2枚目の10フラワーコインがあるところで、これで2枚が揃う。でも問題はゴールなんですよね。通常ゴールだからワンダーフラワー取らずに進むのかな。もうちょっと待って、滑るよ滑るよ。はい、よし、上の段行きます。あ、ここが3枚目ですね。ちょっと行かなかったけど、いいことにしましょう。よいしょ。これなんか必要かな。倒した方がいいからという感じかな。はい、よし。で、ここの中が確か、これがね、確かね、ワンダーフラワーなんですよね。ワンダーフラワー取らないで多分普通のゴールに行かないと真ん中のは取れなかったはずなので、そのままね行っちゃいましょう。はい、よし、このまま進みます。本当はね、いろいろ取りたいですけど、これが普通のゴールです。多分これをしないといけないんですけど、どうしよう。ゴールの一番上が取れない感じがするね。ゴール一番上ちょっと取れないですよね、私。どうしようかな、困った。これのこのこジャンプして取るっていう感じなのかな。あー、待って、のこのこジャンプして取らないといけないですね。うまくいく？
いや無理だ無理でしたね。どうしよう、上の段行ってもちょっと難しいよね。いやー、まあ、とりあえず取ってなかったアンダーシードを取れましたが、一番上のゴールが取れていないので、もう一回来ないといけないということが分かりました。これがね普通のゴールですね。はい、これで裏ゴールに進みます。裏ゴールここ入れないですよね。入れそうだけど。いやー、ちなみになんですけど、私ここのコースすごく好きで、可愛いからね好きなんですが、前回までね普通のゴール進んだことなかったんですよね。今のが通常ゴールで、さっきゴールした位置です。あ、この上の段行きたい。はい、でこれも取ってみたかったんだけど、あ、普通にコインだけなんですね。知らなかった。なんかいろいろ入ってるのかなと思っていたのですが、なんかゴールだけみたいなのでそのままにしましょう。コイン、これがゴールポスト。はい、でワンダーシードを取って、はい、ここがまたゴール位置です。これで一番上が取れればいいので、段差にして、段差にして良かったですか。12だから1個壊してもいけますよね。これでいいかな。これだったら取れますね。よし、ワンダフル取れました。このワンダフルを取らないと収集要素のね一番最後のところまでチェックがつかないので、ちゃんと取るのに結構時間がかかるという風になっています。はい、まあ、さっきも来たんですが、個人的にこっちの裏ゴールの方が好きです。これでコースセレクトで確認するとチェックがつきました。じゃあ次もゴールがない次もゴールがない、ここですね。はい、じゃあヘベ主の雪山登山道ゴール目指します。ゴール目指すときは個人的にびっくりマークのねブロック出現にしておいた方が楽な気がするので、これで行ってみましょう。最初のところのここになんかあるのはなぜでしょう。アイテムもらえるわけでもなさそう。あ、上に行きやすいからなのかな、もしかしたら。雪ってワクワクする。雪全部壊せますね、すごーい。あ、やっちゃった。せっかくのやつが、スターゲット。はい、なんかいろいろ飛ばしてきましたけど、スターってこういう使い方で合ってるんでしょうか。ここのコースちょっと違う気がする。はい、ひどい、せっかく取ったのに。なんか他のも欲しくなりますね。上の段に来ました。楽に中間までは来れて、おお、早いヘビムシ。なんかないかな。はい、もらいました。で真ん中乗って崩してもらってから、いやー、これも多分ないと。あー、コインがあるだけなんですね。とりあえず行ってみましたけど他に何もなかったです。でワンダーシードに関しては取らなくてもいいはずなので、そのまま行っちゃいましょう。よし、結構進みましたよ。まあ、今回のコースはねゴール行くだけなので楽にサクサク進んで行っちゃいましょう。はい、ゾウ。ゾウの方がいいのはこういうところかな。ちょっとよくわかんないけど、なんでゾウなんだろう。ん？あ、はっけー、一番上ゾウの方が来やすかったのかはちょっとわからないですけど、ワンダーシード取らずにっていうのでも来れるので良かったです。はい、ということで収集要素の2つ目取れていなかったところで、
ゴール地点のワンダフルを撮り終わりました。はい、じゃあ確認しましょう。もうなんかゆっくりこういう感じで全部チェックしていかないといけないですね。ここ2枚目のジューフラワーコイン、これが取れてないみたいです。1回行ったんですけどちょっとわからなかったのでもう1回戻ってきました。メリコンドルは飛んでくるのコース。はい、これでちょっと探しに行きましょう。1枚目と3枚目を取れてるんですよね。なのでそれ以外でどこかなんか怪しいところに入って進めていこうと思います。怪しそうなところはどこでしょう。とりあえず1枚目のワンダーコインは進めてもいいはずなので、そこはここですね。1枚目ワンダーコイン、これが1枚目だからこの後に何かがあるんですよね、きっと。ここかな。あ、待って、上がれなかったよ今。ここ上がってみたいですよね。ここじゃないかな、この上行けるんですよね。中間にして、あー若干足りない。行けるかな、もう一回やります。あ、ちょっと待って、行けそうで行けないですよね。もう一回、あ、乗れた。ここかな、あるとすれば。あ、出ましたね、ここだ、発見。これが2枚目のワンジューフラワーコインだと思います。多分初めて来ましたね。どこだどこだ、ちょっと見ながらちゃんと。あー、いやー、降りちゃった。もう一回上行きたい。待って、もう一回上行きますか。落ちてきちゃいましたけど、いけないかな。もうない。だってここ行くのもちょっと一苦労だったのに。あー待って、もう一回。オッケー。はあ、なくなってる。せっかく上行ったのに。多分ここですね。っていうことはここで一回やり直せばいいと思います。やり直しすれば。しゃがみ大ジャンプ、しゃがむとこないですよね。ふわっとジャンプ、ふわっとジャンプにしてみましょうか。え、こんなにうまくいったのに。できないことは悲しい。はい、じゃあやってみましょう。ほい、ふわっとジャンプね、これね。ちょっとだけ頑張れるやつ。あれ、泡になった。泡の方がいいことあるのかな。あ、でも階段になるからこれジャンプできるんですよね、泡って。泡の方がいいの。ちょっと分かんないけど、泡の良さがちょっと分かんなかったけど、フワットジャンプなので来れますよ。はい、もう今度こそできると思うのですけど、違いますか。何回やったらいけるんだろう。頑張ります。せーの、ジャンプ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 。お、あ、取れた。やっとやっと何回目の挑戦でしょう。これでもうゴールを目指せばいいだけなので、ゴールポストも取ってあると。よし、本当にあれなんですね、2枚目のコインだけなかったという状態なだけでした。よいしょ。ドキドキした。はい、2枚目のコインだけでいいのでゴール目指します。ほい、あ、えい。よ、これなんか上の段なんだろう。あ、いけるんだ上。おお、隠し要素発見。一番上も取れなかったですけど、まあ取ってあるのでね、大丈夫でしょう。はい、ということでメリコンドルは飛んでくるコースやっとできました。
なんか個人的にここそんなに難しいと思ってなかったんですけど、取るのは大変でしたね。はい、チェックがつきましたね。これでチェック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 なしなし。え、次はここか。モックモックのコースって結構取れてなかったみたいです。アップ&ダウンのモコモコリフト取れてないところが結構あるので、はい、ダウジングにして分かるようにいきます。で、今回のコース取れてないのが最後のワンダフルと真ん中の2枚目の10フラワーコインですね。じゃあこれを取りに行きましょう。ゾウの方がいいのかな、ちょっと分かんないけど、ゾウでじゃあ行ってみましょう。で、さっき変えちゃったのでね、これを変えて、はい、OK、これでできるようになりましたね。上がってる、はい、これが1枚目で、欲しいのは2枚目なんですよね。欲しいのは2枚目欲しいのは2枚目なんだけど、どこにあるんだろう。ここなんかあるんだっけ、ここちょっと忘れてるけど、ん、あ、発見、2枚目入手、これか。はい、2枚目のコインさえ取れてしまえばあとはゴールするだけなので、そのまま行っちゃいましょう。よし、はい、はい、OK、 上がりましたね。なんか特に上行かなくてもいいかな、このまま進んじゃいましょう。ワンダーシードはさっきの上にあるんですけど、まあ、今回に関してはね、もうすでに取れてるということで進みます。で、最後はゴールのところが欲しい、これが欲しいんだよね。あ、足りない、今取れたと思ったのに足りなかった。じゃあゴールだけ、バイバイ、ゴールだけやりに行きます。はい、無事にゴール取ってきました。はい、これで現在言ってたゴールもクリアできました。はい、で、難しさ星4のところも OK。 あ、ここ一番最後のゴール終わってないですね。では今終わってないところ発見したので、カウントダウンリフトで空の旅の一番最後取りに行きましょう。で、やってみた感じだとなんとなくフロートスピンが一番取りやすいんじゃないかなと思うので、これで進めていきます。最後のゴールだけでいいってことなんだけど、どうすればいいかな。そっとね、減らさないで、そっとね。おー、ほい、はい、ゴールまで行ければいいんでね、とりあえず。こんにちは。はい、よいよい、よいよい、はい、これこっちに行くんだっけ。あ、なんか違うかも。あ、入れました。こう、あ、ここで合ってるんだっけ。すごい忘れちゃってるけど、10フラワーコインは全部今回のこのコースは終わってるので、とりあえず進んじゃいましょう。結構忘れてる。はい、じゃあ落としてもらって、はい、オッケー。で、中間、あそのままジャンプしなかった、これは良くないですね。もう最初からになっちゃったけど、揺らさないで、ほい、おー、危ない危ない、
あ、入っちゃった。ここに入ってしまったということは倒してから行っちゃいます。ほい。で、このまま落ちて、はい、このまま行って、はい、さっき取れなかった中間でスター取りたいですよね、ここ。あ、スター取れなかったです。で、ここ取れなくて、上行けない感じだった気がするな。ジュゲム乗りたい。はい、ジュゲム乗れました。途中で消えちゃうんじゃなかったかな、忘れちゃったけど。消えない、消えなければいけるはず。ジュゲムの雲は消えないか。よし、あ、スター出た。このままいける。待って、ジュゲム、ジュゲム、はい、よし、乗れた。よし、このまま進めちゃいましょう。一番上が取れればいいんですよね、一番上が。ジュゲム足りる？足りるか。消えなければこのまま一番上に行けるはず。よし、行けた。ジュゲムのおかげですね。名前違いましたっけ？ジュゲムだった気がするんだけど、調べよう。はい、取れました。あ、ジュゲムで合ってますね、よかった。ということで、なんか楽して過ごしちゃいましたけど、カウントダウンの空の旅も終わりました。次はここ、その隣のコースですね、ここだ。はい、叩いて足して連結リフトは、2枚目が取れてないのと一番最後が足りないっていう感じになっているので、とりあえず行ってみます。バッチセレクトもダウジングに変えて進めてみましょう。2枚目、どこだろう。叩いて足してっていうのはこうやって足していくコースなんですよね。でビリビリするのに当たると危ないので、それは避けていかないといけないっていう感じですね。はいはい、よく狙って、よく狙って、えい、狙いましたよ。叩いて足して、叩いて足して、当たらないように叩いて足して、危ない危ない、はい、叩いて足して、1、2、3、で、ゾウだったらこれができる。あ、下行った方がいいのかな。え、待って、もしかしてこれだった。あ、待って、これだった。うん、これだったんじゃないですか、もしかしたら。これが2枚目じゃないですか。やり直し、ゾウさんのまんまにしていったらこれなんじゃないかな。まさかの今のやつではないでしょうか。多分全部ゾウでいけたら今の取れるってことですよね。ちょっと頑張ってやってみましょう。今のが2枚目な気がします、多分ですけど。違うかな。で、別に狙ってやらなくても個人的にはいいのですが、多分そういうことだと思う。あ、やっちゃった。でも、まあ、まだまだある、まだある、ゾウまだあるよ。はい、危ない危ない。で、これも全部取って、で、このまま行って、これじゃない？当たり。こうやらなきゃいけなかったのか。はい、これで2枚目取れました、よかった。はい、で、ワンダーシード。取らなくてもいいんですけどね、一応ね。
3枚目があるとこですね。はい、あ、来た来た、まあね、やっほー、大変そうだね。大変そうですね。結構大変なんですけど頑張ります。結構大変だったりはしますけどね。はい、パテシーとか出た。そしてこれで一番端っこまで行けるようになりましたよ。はい、できました。で、また始まる。いっぱい取る感じのやつ。はい、取ってますよ。1、2、よし、取れました。危ない。2枚目のワンダーシードの取り方、あ、ワンダーシードじゃないですね、10フラワーコイン取り方がめちゃくちゃ面白かったです。これは初見で来た時わからなかったところなので良かったです。はい、では次確認しましょう。ここのコースまでは全部取れて、あ、取れてない。え、ん、星4、難しさ星4、壁ジャンプが取れてないんだ。じゃあ行ってみましょう。壁ジャン、レベル2、ここもコインあるんですね。ちゃんと調べてなかったな。2枚目と3枚目、2枚目と3枚目がないんだね。了解、じゃあやってみます。こういうことね。どこにあるんだろう、2枚目と3枚目。あ、1枚目はここですね。2枚目、あ、ちょっと届かない。ちょっと届かなかったですね。はい、よよよ、はい、あ、またやっちゃった。これたまにやっちゃうんだけど、はいはい、オッケーで、あー苦手なとこだな。1個ずつやればできますよね。オッケーオッケー。で、ここに関しては多分これだね。空中で押してヒップドロップしてしまいがちなので、それはちょっと良くないからやめときましょう。はい。で、上上がる。はい、上上がるからの2枚目ってコインどこだろう。あ、発見、あれを取るんだね。これで2枚目取れました。で、次が、3枚目のコインの位置をじゃあ探しに行きます。まあ、どこにあるのかちょっとわからないので1個ずつ探すんですけど、どこにあるんでしょうね。3枚目、右側に今あったので、なんか左側にありそうな予感がするんですけど、違うかな。難しいですね、壁じゃん。はい、もうすぐかな。あー、ジャンプが足りない、やってしまいました。足りなかった。ギリギリじゃないといけないようになってるみたい。よし、はい、乗って、はい、どっち回りでもいいんだけど、まあ、とりあえずね、はい、それで届けばいいんですよ。届けば、すぐに押せばよかったのに。あれね、はいはい、 OK、 ここすぐにジャンプの B を押せばよかったのに、押せてないからいけないんだな。せーの、はいはい、 OK、 はい、乗ってきました。
で、これどこにあるかですよね、ここが。結構ね、すごい大変で頑張ったんですよね、ここ。はい、深呼吸。どこだっけ。いやー、なんか覚えてないな。あー、またまた落ちちゃう。どこかな。あ、また落としちゃった。だいぶ大変だったはずなんだよね、ここのコース。左も右も攻めるにしてもすごい難しいんですよね、ここ。どうしよう。まさかまたやらないといけなくなると思ってなかったです。はい、あ、端っこだ。発見。あったよ、見つけましたよ、私。あそこの位置か。難しすぎでしょ。どうすればいいんだろう。ちょっともう一回考えよう。すごい汗が出てきた。これで中乗って、あー、ダメだ、壁ジャンができない。ちょっと待って。あの位置は難しいと思うんだけど、どうしよう。どうやったらいいかな。くるってやればいけるのかな。いけると思います。いや、でもいけるから作ってあるんですよね。いや、上から降りれない。こうか、こうだ。あー、取れた、3枚目。待って待って。はい、はあ。難しかった。すごい汗。めちゃくちゃ汗かきました。壁ジャンプのレベル2。そうですね、チャレンジコースでもあるところは存在してますもんね。これ全部取るの大変だと思います。バッチちょっと難しいからやめときましょう。はい、じゃあコースセレクト確認、コムチェック OK。 終わってない。ふわっとジャンプのところとかもやってないですね。じゃあふわっとジャンプレベル1も行きましょう。大変、まあ、さっきの壁ジャンプよりはまだやりやすいと思う。ふわっとジャンプのレベル1。はい、いつもよりふわっとジャンプします。おーい、よいしょ、よいしょ。で、どこにあるかですね。これ1枚目でしょ。2枚目が上な気がするんですよね。違う、あ、ここか。あ、来ちゃった。あ、待って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 。壁ジャンプをして戻らないといけないのね。わかりました。はい、わあ、まあ、取れましたからね。取れたからいいと思います。1個と、あ、ダメなんだっけ。取ってればいいと思ってたんだけどな。あー。どうすればいいんだろう。うじゃうじゃいる。ここからジャンプして壁でやって、あー、ダメだね、飛びすぎるから。普通にジャンプして取ってこれるのかな。これでまたふわっと戻る。よし、戻れました。危ない危ない。え、3枚目ってどこでしょう。え、どこにあるんだろう。あった、これね。え、これどうやって取る。クルンするのかな、ここから。あ、取れない、取れないですね。どうしよう。でも取らないとですよね、これ。どうしようかな。戻れる、あ、戻れる戻れる戻れるけど戻れなかった。戻れるけど、
あ、こっち側でチェックがついてるから、まあ戻ろうと思えば戻れるんですね。ちょっと待って、怖いぞ。大きい。大丈夫だよね。で、問題はここですよ、ここ。あ、取れた取れた、よしよし、3枚取れましたよ。で、一番最後のゴールも取れてないから、ゴールもなんとかしないといけない。ここか。あ、取れたよかった、取れました。汗が壁ジャンプよりはまあ大丈夫でしたが、全部ちゃんと取ろうとするとちょっと難しいですね。でも収集要素はね、全部取っておきたいので頑張ります。はい、じゃあ今のバッジは終わり。でも次もバッジだったはずね。バネジャンプレベル1、最後のゴールポストと2枚目のコイン、2枚目のコイン、場所どこだろう。行ってみましょう。バネジャンプのコースです。達人バッジチャレンジ難しかった気がするんだけどな。はい、いつもよりバネでジャンプ、ずっとこうバネジャンプするやつなのですが、取れる？これ結構ね難しいんですよね、バネ。よし。あ、バネくるんもできるんだね。はい、待って、落ちる落ちる落ちる、落ちたくないよ、待ってるよ。これが1個目のフラワーコインで、2個目がこれか、くるん。よし、2個目取れました。危ない危ない。これで最後ですね。あとは最後のゴールをなんとかすればいけるようになってるので、できるかな。最後のゴールってどんな感じだったかな。ここ、あ、ここだ。あひどいあともうちょっと上なのに。これ最後のゴールだけもう一回来ますね。バネレベル1、まあ10フラワーコインは取れましたけど、最後のゴールポスト、ゴールポストもう一回行ってきます。つらい。いや、何回もやってるんですけど、ここのゴールの頂上が一番難しいと思います。ここまででね、バネジャンプが一番難しいですね。今取れてないので、とりあえず先に進んでみようと思います。なんかノックノック鉱山、ここが一番最後になりそう。あとできてないのは、あ、やっぱりこれぐらいなんですよね。こことここか、あと2個なのにあと2個なのに。ちょっととりあえずですけど、飛行艦隊先に行きます。うわー難しい。飛行艦隊のところに関しては、セレクトバッジをダウジングにして3枚目の10フラワーコインかな、がないので、そちらを取りに行くという感じになっています。そうですね、3枚目がない、3枚目を取りに行きましょう。3枚目ね。はい、ゲームね、やってもらおうと思います。よし、ここかな。ここになんかありそうですね。あ、上かな、上の段にありました。でもこれ多分取ってあるから、私は今回は必要ないかなと思うので、3枚目のところまでは進めていっちゃいましょう。進みます。
で上に入れるような気がしますので行ってみましょう。これが2枚目かな。うん、2枚目ですね。あ、やっちゃった。はい、2枚目。2枚目はここで戻ってきて、次が3枚目です。3枚目が取れてないのが問題なんですよね、多分。でこれでワンダーシード。3枚目ってワンダーシードの中にあったのかな。これなんか取り方がどれかわかんないんだけど、この辺の中にありそうな感じはしますよね。こういう風になっているということは違うのかな。とりあえず崩してもらいます。はい、これもやってもらおう。あ、ワンダーシード発見。あれ、ワンダーフラワーやりながら3枚目があるわけじゃなさそうです。あれ、3枚目出会ってないけど大丈夫でしょうか。またこの先なのかな。ちょっと待ってください。ヒップドロップができなくなってるのでやれるようにします。はい、ここでもない。え、どこだろう。ん、ここもう入れないですね。あ、ぶつかっちゃった。はい、はい、ゾーンにしときます。はい、あ、ここになんかある。ここになんかあるぞ。なんだろう、どこどこ。あれ、これだね。ここ、あ、わかった。逆にここに入れるんだ。やり直ししましょう。意味が分かりました。さっきの動かしてた台座をこっち側に入れて、横の多分土管に入らないといけないんだと思います。で、じゃあそれができるようにすればいいから、やり方はね、そのやり方ですね。はい、進めていきましょう。ここどこ？これが1枚目。ここどこだろうね。寝てたら連れてこられちゃったの。大変だ。地上に戻れるのかな、この子。いいので進めます。なんか使うとこある？特になさそうですね。で、さっきのだけなんとかしなきゃいけないから、わかんないのでゾーンにしておきましょう。なんか進めては来てますけど、いろんなのがあるのでちょっと怪しいですよね、この辺。
丈夫？よし、オッケー。でも壊してもらったりとかは必要ないはずなので大丈夫でしょう。で、問題はこの先です。中間取ってからが問題だったと思うので探していきましょう。で、これは必要ない、この先ですね。はい。で、問題はこの次、出るようになってからこれを返さないといけないんですよね。これを戻して多分ここに入れて、入った、これだと思う多分ですけど。3枚目コイン、あったー、やっぱりここだったか。すごいですね、中がなんか工場になってる工場になってるのが見れました。これでラストやってしまえば完了ですね。ということはここの交差が終わってもやっぱりあのバネレベル1のあれが終わらないと何とも言えないんですけど、バネレベル1本当に難しいんですがバネレベル1のボールポスト一番上が取れないとチェックが全部つきません。大丈夫でしょうかワールドにはい、ということでこれで終わりました。フラワーコインもね溜まってきたのでちょっと使わないといけないっていうのはあるんですけど、チェックしましょう。で、終わった終わった終わってる終わってるよね、終わってますね。端っこからチェックが終わってて1箇所だけ終わってないのがやっぱりバネのチェックバネのチェック難しいんですけど、まあ、何回かでやって頑張ってきます。あー取れたやっと取れました。本当にね、端っこギリギリでジャンプさせないとできないみたいです。何回かやったんですけど、あの台になってるところの道角っこでジャンプしないといけないみたいで、タイミングがねかなり難しかったです。これで一応取れたのでチェックマークがついたんじゃないかなと思います。確認しましょう。あ、チェックつきましたね、よかった。はい、ということで黙々鉱山 と、ワールド1はチェックがつきました。次回は、黄金滝のワールド3やっていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。